はい、こんにちは、リオロスです。本日も、前回いただいたコメントいくつか紹介させていただきます。はい、ちょっと ググって調べたんですけども、お名前 レイさんで合ってますかね。間違ってたら本当ごめんなさい。はじめまして。はじめまして、ようこそ。はい、ぜひお茶でも飲んでてください。いつも見させていただいています、ありがとうございます。担当などするときは月の黄金レシピなどがあるので調べてやるといいですよ。すごいな、単なる黄金レシピだけじゃなくて月のとかもあるんだ。いや本当、どっから見つけてくるんでしょうね、そういうのって。本当そういうのをね、発見する人たち、最初に見つけ出す人たちって本当すごいと思う。尊敬しちゃう。はい、ありがとうございます。続きまして、ひすいさん、はい、ありがとうございます。リオロスさん、馬ゲットおめでとうございます。ありがとうございます。もう念願ですね。本当に寒いですね。そうですね、気をつけてください、本当に。甘酒を買ったらフドクと飲んでください。はい、買ってきました。まだ飲めてないんですけども、はい。会心の一撃の乱舞すごかったですね。はい、一日一日刀剣男子が成長しているのが嬉しいです。そうですね、あの会心の一撃、音がやっぱ気持ちいいんでね、あんだけ連続で出るとすごいね、もうテンション上がっちゃいますよ。声がまたどんどん高くなっちゃう。ね、なるべく低い声でね、いきたいんですけど。はい、風邪などひかれますように。はい、それがもう、ひすいさんも気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。楽しい動画ありがとうございました。見ていただきまして本当にありがとうございます。はい、続きまして、深宮さんですね。はい、今日はお早いところですね。まあね、あの、まあ仕事とか、ああ、お風呂が沸いた。お風呂が沸いた音がする。ヤゲンと骨ばみでしたら、映画でヤゲンが骨ばみ兄さんと呼んでいました。呼んでた。そういえば呼んでた。ああ、そうだった。本当ね、すいません。忘れてた。ね、そうだったよ。特殊な例もありますが、基本的に刀が長い方が兄で大丈夫です。ああ、なるほどね。はあ。そういうのがあるのか。ヤゲンが兄貴と呼ばれるのは今夜性格的に兄貴っぽいから。そうですね、ヤゲンさんね、結構声渋いですからね。それにおそらくアキラ君や5個体よりは上。担当の中では年長の方なんじゃないですかね。そうだと思います。はい。大馬さんは1体ずつ名前がありまして、その能力も違うんですよ。おお、すごいな。もっと速い馬も今後でできるの。あ、それはいいですね。まだまだちょっとね、今回使ってみたんですけど、まだ少し、軌道足りない子がいるみたいなんで、速い馬、助かりますね。軌道が遅くなりがちな立ち以上の子を乗せるのをおすすめします。なるほど。はい。寒いでね、お体に気をつけて無理しないでください。ありがとうございます。これからも楽しみにしています。はい、頑張って動画上げていきますんで、はい、ぜひ見てください。見ていただければ気合も入りますし、はい、コメントもいただければ、はい、すごい、あの、なんだろう、なんて言うんだっけ、テンションじゃない、モラルじゃないな。なんだっけ。すごい度忘れ。あ、まあ、もう気合い入りますんで。はい、ありがとうございます。それでは動画の方お楽しみください。よろしくお願いします。失礼します。おっしゃー、リオロスです。さて、内番の方々が終わったようなので、迎えに行きましょう。終了。はい、お疲れ様でした。24時間もね、ずっと稽古してたんだよね。君は一体なんで食べられよう。食べられるって言ってたんだろう。ん、もう終わりか。いや、もう24時間やったから十分ですよ。はい、お疲れ様です。馬当番のね、装束がね、見たいのですよ。あと、そうだ、今なんかもらってたけど、継種がですね、まだまだ。あれ、映像が出ない。あ、これね、すごくね、綺麗で欲しいんですけど、地道に。ここでキノコ使うのか。あ、ここで梅使うのか。なるほどね。これはちょっと頑張って集めたいな。4月16日までだから、まだ全然いけると思うんですよ。このペースなら。頑張りたいと思います。さて、
まあ内番をまずやっていきましょうか。これ24時間長いんでね、もう先に本当ねやっとかないとまずいですよ。じゃあ最近活躍中のひざまるさん、はい、で委員長、委員長まあアニメでは割と委員長ですね、はい、映画だとウグイスマルさんの方が委員長っぽいですが、で畑当番と、手合わせは探検の方々で、じゃあ三文字くん行こう、今の鶴くん行こう、でアイゼン氏秋田氏で5、ここ来てくんねえかな、馬当番来てくれると助かるんだけれども、どうかな、お願いします。最初の 1,2 回は続けてきたんですけどね、それ以来全然来ないんですよ。あ、来た、あまり変わらないな君は、うん、あー、なんか見慣れたすごく見慣れた服装だこれは。さすがヘシキリマルさんは、ヘシキリマル何かが混ざった、申し訳ない、長谷部さんね、うん、おい、ヘシキリ醤油取ってくれ長谷部と呼べみたいなね、きっとあのご飯の時に日本語とそんなやり取りをやってると思うんですけど、さて、注目のこれですね、新入りが来ますのでみんなで迎えに行きましょう。3時間ですね、いただいたレシピで3時間、うん、発生しました。いかな、刀剣男子が来てくれるのか、ほい、ほう、ほう、別に語ることはない、内刀さんですね、慣れ向きはないからな、大栗からさんがいらっしゃいました、ようこそ。内刀さんですね、また渋いお兄さんが来てくれましたね。ちょ、セリフ。慣れ合うつもりはない。あらら。群れるつもりはない。あらら。お？ロンリーメンですか？慣れ合いは三田や定宗とやってくれ。はいはいはい。俺悪いな。ああごめんなさい。どこで死ぬかは俺が決める。命令には及ばない。いや。用がないなら放っておいて。いやちょっと仲良くしましょうよ。ねえ、盗聴。まだ2ページ埋まんないのか。大栗からさん。大栗からだ。総集伝も広光桜だ。前の主は伊達政宗。伊達政宗。名前は。ああ、はい。掘られた栗から流。それ以上は特に。掘られた栗から流。あ、これかな、腕のね。なもので、あ、これ、あれか。アニメで。カラちゃんって呼ばれてた人か。ああ、はい。カラちゃん。カラちゃんだよね、確か。うん、やっぱそうですね。この竜のこと言ってるんでしょうね。はい。ああ、かっこいいですね。これ戦闘時かな？伊達政宗。はい。いや、よろしくお願いしますよ、これからね。はい。用がないなら放っておいてくれ。あ、そう、あとちょっとあの5個体くんのうち1個体減らしましてなんか変な単位になってますけど、虎は5匹連れてるんですけど体調は、あのですね、乱暴をちょっと2にしてみたんですよ。なんでもないです。つつきまくりボイス、どうしたんですか主様。主様は怒らないから好きです。4周年になりました。主様は怒らないから好きです。つつきまくりボイスが、あ、主様何ですか、これこれどうしたんですか。4周年になり、主様はどうしたんですか。4周年、主様わかんないな。そこを撫でても何も出てきません。出た、これ
なんだどこを撫でてんの。そこを撫でても何も出てこないですよ。あらららら、さて。さて今日はどうしましょうかね。新しい方来たけどまだちょっとレベル上げないといけないんで。そうですね、馬も手に入れたことだし、次は大阪 2-4 ですね。 2-4 か。でもそんなにはレベル制限が違わないんで、何か札をもらえるし、うん、大阪行っちゃいましょうか。ちょっとメンバーを、うん、考えていきます。はい、はい、今ね、まあ進軍する前に、まあ、ちょっと遠慮見てこうと思って見たんですけど、今日はすごいなんか顔ぶれがね、なんか面白かったんで、ちょっとね、この岩投資さん、うん、この方は見ましたね、うん、アニメで。でこの人と食大切さんとこのカラちゃんが、まあ、お友達なんですよね。うん、多分さっき伊達政宗公のって言ってたから、この眼帯が多分この方も伊達政宗公ってことなんですよね。うん、でまあ同じ剣でしたと、はい、同じ主でしたと。この方は会ったことないな。泉の神金貞さんかな。うん、で鶴丸さん、驚きたい驚きたい人で、いちご一振りさんですね。僕最初いちご一円って言ってたけど、いちご一振りさんですね。123ですね。はい、この方もね迎え入れたいですね。うん、みんなに合わせたいですね。もう本当僕のメンツがアニメみたいになっちゃってて、 お兄さんを待つ状態になっちゃってるんでね。うん、この方会いたいですね。でまあやっぱりレベルは全然足りないんで、まだとてもとても、うん、相手にならないですね僕の。うん、めちゃくちゃにやられちゃいそうです。で、あ、そうそう、この人なぎなた、なんかすごい人いますね。うん、インパクトあるわ。てかインパクトある人しかいないよこの人このメンバー。でもあれですよね、まだサニアレベル18だから僕の1個上ですから、もうあれですかね、ひたすら担当してる感じなんですかね、あの伝説のレシピというやつを。はい、古流影光次郎たち、この人お酒大好きな人ですね。まあ華やかなチームですね。はい、この人をね前戦いましたね。うん、見てない目つぶってるけど大丈夫って言ってた人。はい、で少女漫画に出てきそうな人。はい、で、我らがむっちゃん率いる。でカラちゃん意外といますねみんな結構撮ってるんですね。ここにもカラちゃんいましたね。はい、で、宗近さん、うん、で石木二丸さん、いいですね。大立さん、まだうち大立さんいらっしゃらないんで早く会いたいものです。で、はい、食大切さんとヘッシン、はい、で、また、はい、泉の神さんと、あ、道たぬきさん、あ、この人もこの間会いましたね。うん、ちょっと色が違うから、やっぱり レア度がちょっと高いのかな。うん、道たぬきさんか、夜中に筋トレとかやってる人ですよね。で、この一番高いところにですね、いつも一番下にすごい人が来るんですけど、115ですからね僕の一桁上ですからね。はい、ここにね、ま、なんかまたすごいのがすごいのがいるぞと。うん、ゲーム間違えてないか。うん、五個体くんもすごいね、晴れ晴れとしたね表情してますよね。うん、いいな、レベル35か。35でもうなれるんですね。これが極み状態なのかな。うん、いや、これ楽しみなの、これ楽しみだな、これ服装とか楽しみ。うん、華やかになってるんだろうなきっと。はい、骨ばみさんもね、うん、表情変わってますよね。うん、この方来てないですね、まだ。脇差しもう一人いるんですよね。はい、ナマズ王さんだったかな。はい、早く会いたいものです
じゃあ出撃の方行きましょうか。はい、よし、これから。お任せあれ、何でも。江戸の記憶、大阪に行くメンバーを発表する。心して聞け。今回は隊長から発表していくぞ。まずは隊長。織田信長が敵対を働いた茶坊主を成敗した時、棚ごとへし切り、過去刀身を押し当てて切ることにして斬殺したことで、その際用いられた大切れ者の刀にとして異名がつけられた、へし切り長谷部。続いて2番目、とか言ったら台無しなんだけど、天下五剣の中でも最も美しいとも評され、名物中の名物とも呼ばれている。さあ誰でしょう。そういうゲーム、そういうゲームになってきた。どこ行った。三日月宗近、うん、では参加するか。続いて3人目、なんかあの変なクイズみたいになっちゃってきた。備前長船派の刀工長吉作の刀、山ば切り長吉の写しとして骨川国広が作った第一の傑作。全力を尽くします。あ、違う違う、ごめん、君じゃない、君じゃないんだ、君じゃないんだ。山ば切り国広。これでいいのか。頼むぞ。続いて4人目、はい、名の由来は諸説あり定かではないが、行為とともに伝わるべき由緒あるものとして名高い、名高い、ウグイスマル。拝命した。はい。そして5人目、5投目、5振り目、5振り目、はい、足利義満の派遣した遣唐使の使節団の中、使節団の一人が中国で虎の群れに襲われたが、所持していたこの短刀で追い払ったという名刀。もうお分かりですね。5個台。はい。よし、そして最後、最後は粟田口義満の担当は鋭い切れ味だが、主人の腹は切らないという言い伝えが広まったとされている。さあ誰でしょう。ヤゲン投手の。私なら任せとけ。はい、この6人でいきたいと思います。ウィキペディア参照でした。まあもうプレイされてる、動画を見てくださってる皆さんは簡単でしたよね。まあ、中には言ってる途中で答えとかありましたけど、ちなみにですね、あのこれ調べてる時にですね、ちょっと興味ある記事があったんですけど、あの山ばぎり国広の記事でですね、あの足利市の美術館で20年ぶりに公開展示された際に、来場者数は延べ 37,800 人で、同館の設立以来過去最多、その8割以上が10代から30代の女性だったとされ、ブラウザーゲーム刀剣乱舞の影響が指摘される。すごいすごいなこのゲーム。本当すごいなこのゲーム。いやでも僕もその時やってたら多分見に行ったんじゃないかな。いや絶対見に行けますよね。これが国広かってね、はい、というわけでゲームに戻りましょう。はい、というわけでですね、まあ、2の4に行くわけなんですけども、見てください、見てくださいこれ。そう、結構出るようになってるんですよ。一応おかしい。おかしくないって思うんですけど、一応装備の内容としても割と他のと引けを取らないレベルなんですよね。ほら、打撃、こう軽歩兵の特徴と比べて兵力も2高いですし、打撃も6ある。まあ軌道がちょっと下がっちゃうんですけども、その分はいここにいます、馬が。そこはここで馬で補うという形で、いきたいと思います。すごいですよねこれ、何気に偵察とかね、すごいなんかいろいろ上がるんですよ豆兵。ちょっとバカにできないぞこれ、はい、だから馬の上から鬼遊びとしてもらいましょう今回は。ヤゲン敏郎、では行きましょう。2の4、出陣じゃ。お任せあれ、何でも切って差し上げる。長谷部頼んだぞ、大阪出陣です。
あもうなんか戦いに行くために僕はなんかやりきった感やりきった気持ちでいっぱいですけど。状況を報告しろ。怠慢は許さん。そう、なんといってもこのうちのへしきり長谷部さん速度が尋常じゃないんですよね、うん、なので今回リーダーやってもらうことにしました。かぐよぐ陣、しかも打撃が上がる陣で最高じゃないですか。最高の組み合わせです。恨みはないわ、守名だ。押し切る。強そうなのがいますが押し切りました。命を大事にしろ。えいっ。おお、あ、でも馬乗せてもやっぱヤゲンが最後か。押し切る。うん、いやでもゴコタイ君も強くなった。あれ、やあれあれ、豆装備してなくない？ちょっと待って、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 見せるために、見せるために、ちょっと、ちょ、一回帰る。ごめんね、ごめんね、ほんとごめん、ヤギンとじろ、ごめんごめんごめん。見せるために装備外してどうすんの。ああ、ああ、申し訳ない、何をやってるんだ。おお、しっくりくるね。じゃあ仕切り直していくぞ。お任せあれ。一振りもかけることなく生きて帰ってこい。大阪の陣出陣だ。かっこつかね。ほんとかっこつかね。ほんとごめんな。みんなよし行こう。状況を報告しろ。はい、怠慢は許さん。許さんぞ。もうこの辺はサクッといきましょう。かぐよぐ陣、さっきと一緒ですね。恨みはない、守名だ。今度は豆装備してるから早いはずですよ。押し切る。押し切り、はい、はい、切る、切る。上から順番ですね。あ、結局上から順番ですね。あれ、ヤギアンさん敵より遅いぞ。ちょっと隠れようが無駄だ。豆巻くのちょっと遅かったか。豆じゃダメか。いやでも火力は出てるはずなんだよ。うん、守名を果たしたいいですね。ことです。気合入ってますね、今日のへしきりさん。その勢いでいきましょう。これボスどこなんだろう。真ん中と見た、真ん中と見た。どうかな。さあ、状況を報告しろ。偵察じゃ、偵察じゃ。はい、法人統率が上昇し、統率なんだろうな。軌道と打撃下がるのどうなんだろう。問題ないか、それ。うん、有利だとしてもあえて違う陣を選ぶっていう作戦もそろそろ考えていかないといけないのかもしれない。うん、まあでも一応倒せてはいるけれど。スカまで通ったぞ。スカまで通ったぞ。俺の刃は防げない。俺の刃は防げない、はい、そう、木に隠れたとしても木ごと押し切る。うん、それがへしきり長谷部。このパワーをよ、力技ですね。守名を。おお、すごい気合入ってる。さすがですわ、押し切りパワー全開ですね。ちょっと3連戦厳しいな。その上にボスじゃないような気がするぞ、こっち。怠慢は許さん。どうなんだ、どうなんだ。大隊陣必殺アップ。もう必殺技見せてくれ。今のとこアイゼン君しか見てないんだよ。その目気に入らない。なんか敵はすげえ強そうだけどな、ここ。あ、いいですね。あ、いいですね。相手を攻撃させる前に殲滅させていく。鬼は外、勝負あり。まあ余裕ですね。そろそろなんか山場が来そうな気がするんだけどな。あれ急に強いなっていうのが、うん。どうですか、どうですか。あ、違う、物資終わり。なんかいいこれは意表をつかれた。うん、じゃあね、ちょっと休ませてから
もう一回行きたいと思います、はい、少しね休憩しましょう。お茶飲もう、お茶、うん、あの今日買ってきた緑茶があるんでね。あと日本酒は、うん、日本酒じゃないや、甘酒ね。甘酒はボスを倒したら飲もう。 OK。 はい、本日もご視聴ありがとうございました。今日は玄関開けたら本当に雪が降っててねいやーびっくりしました。今夜も寒くなると思いますんで、まあでも大丈夫ですよ。我が本丸には今ちっちゃいトラくんが65匹いますんで、今日は3匹ぐらいお借りしてモフモフしながら寝ればきっとあったかいと思います。はい、では、また明日もよろしくお願いします。失礼します。